かね。おら、なあ、おめえなんか知らねえか。もしわかんなら教えてくれ。え？おめえがおらの体に入ってるって？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ。失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急にソン君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。うーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？じり。それがよ、腹減ったし、起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。